ありがとうございます。それではですね、舞妓さんと芸妓さんの違いについて、ちょっと教えていただければと思います。舞妓と芸妓は、まあ、お仕事の内容はほとんど一緒なんですけども、舞妓は芸妓になる見習いの、まあ、少女の格好をしてはります。このかんざしも可愛いお花の形をして、まあ、お袖も長く、帯も長い、もう可愛らしさを象徴してはります。芸妓になると大人になる。ありがとうございます。それでは最後にですね、舞妓さんからですね、芸妓さんに、どうすればなれるのかというのを教えていただきます。そうですね。舞妓さんは大体10代の女の子なので、15目で舞妓さんになって、20歳ぐらいで芸妓になります。特別の試験などは変更ですけども、舞妓の家元の許可が必要で、今はほとんど上から順に舞妓から芸妓になっていきます。はい、ありがとうございます。それではこちらでインタビューも終了させていただきたいと思います。フリア館ではですね、本日、お話しさせていただきました、芸妓さんですとか舞妓さんが、身につけられているですね、装飾品をはじめとしまして、京都の伝統産業、伝統工芸品約500点の方、展示しております。また本日はですね、展示場内の方で、共同枠ですとか、和ろうそくといった、実演の方もしております。普段見ることができない職人さんの実演をぜひこの機会にご覧いただければと思います。それでは、これをもちまして、第1部の芸妓舞台の方を終了させていただきます。一流さん、ありがとうございました。はい、なお、本日のですね、舞台の方大変混み合っておりまして、一人でも多くの方に、舞台を近くでご覧いただけますよう、お座席の方は、譲り合っておかけください。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。本日、これ、稽古舞台の方をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。またのご賞をお待ちしております。それでは、第2部の方はですね、2時30分からの開始といたしますので、これをもちまして、第1部の方を終了させていただきます。ありがとうございました。そしたらですね、お席の方